迫る鉄砲水。流されずに耐える方法とは。みんな縦に並ぶんだ。早く。ほら、なんか川の流れに沿って縦一列に並ぶというの。これで本当に流されないというのか。すごいじゃないの。これまでどんな方法をとっても流されてしまった恐るべき鉄砲水、それが縦に並んだだけで激流に耐えられるのか。気に押され後ろへ。しかしなんとここで止まった。必死にまだ耐えている。頑張れ。さらに水量が増えても残っている。誰一人流されない。そしてついに水が引き、全員無事生還を果たした。模型を使った実験でもバラバラに置くと簡単に流されてしまう。それが縦に並べるだけで流されないのだ。一体なぜなのか。水の流れは人が立つと変化する。縦長に並べば並ぶほど流れがまっすぐになる。模型1個では流れは変わらないが、縦に並べると流れがまっすぐになり、水圧を受けない場所ができる。毎秒2メートルの激流を起こせるプールでも、2人では立っていられない流れでも、縦に人数が増えると後ろは楽に立つことができる。ぴったり体をつけ並ぶ。男性が前で流れを再現し、後ろで女性が支えるのがベスト。実はこの形はリバーレスキューの基本姿勢でもあるのだ。激流に立ち向かう時には必ずこの縦一列に並ぶ体型を取るのである。もし鉄砲水に襲われそうになったら、慌てずに縦一列に並ぶ。これがアライブの方法。